11個、うち1個が爆弾入りだ。これがメリルから預かった本物の LS バッグだ。このカバンと同じものが爆弾の入ったカバンだ。よく見て判断するんだ。ちょっとでも違うデザイン、柄、大きさのものは最初からこの店にあった偽物だ。偽物は動かしても大丈夫。この中から偽物を除いていき、爆弾入りのバッグを残せば第一段階終了ってわけか。そうだ、間違って本物を動かすとドッカーン。その通り。俺の命はジョナサンに預けたぞ。エド、間違っても俺を恨むなよ。恨む？お前がドジるとお前も俺もあの世行きだ。俺はそれが気がかりだ。あの世くらいお前抜きでゆっくりしたい。じゃあお前は地獄へ行けよ。俺は天国。俺が地獄ならお前も天国へは行けまい？死ぬも生きるも一緒か。そういうことだ。じゃあ始めようぜ。助かったか。ようやく一つ目だ。ふう、助かった。これで二つ目だ。まだまだ先は長い。頑張ろう。助かった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 。よかった、まだ生きてる。よかった、
まだ生きてる。助かった。助かった。助かったか。ようやく半分。あと半分か。助かった。助かったか。よかった。まだ生きてる。助かった。助かったか。あともう少しだ。よかった。まだ生きてる。よかった。まだ生きてる。助かったか。あとは二つを残すばかりだ。どちらかが爆弾入り、二つに一つだ。助かった。一つだけ残ったな。
あれが爆弾の入っているカバンか。かなり時間をロスしてしまった。急いで爆弾の処理作業をしないと。さて、こいつが爆弾入りの高級カバン。解体にかかろうぜ。やっぱり爆弾処理班の到着を待とう。素人の出る幕じゃない。さっき時間がないとか言ってたのは誰だ？いや、それはそうだが。ダメよ。メリル、どうした？お前も退避しろ。応援も AP も爆弾処理班も誰も来ないわ。誰も来ない？どういうことなんだ？私たちはめられたみたい。BCP にも連絡が取れないの。それにこのエリアすでに閉鎖されてるのよ。エド、確か昔爆弾処理班にいたよな。俺と組む前に。よしてくれ。30年も前のことだ。俺には無理だ。デカ長、やるしかないわ。奴はこのままここを吹っ飛ばすつもりよ。このまま待っても誰も来ないわ。これは罠なのよ。エド、このエリアを救えるのはお前しかいないんだぞ。分かった、分かった。俺はローガンだ。俺が指示するから、ジョナサン、お前が解体してくれ。よし、メリル、残った付近の住民を避難させてくれ。この店の係も頼む。メリル、その前にポリスカーから道具箱を取ってきてくれ。分かったわ。二人ともいい男よ、とっても。